じみのウィルムキラと呼ばれた俺に逆らうのか。うるさいわね。父さんも母さんもやめい。喧嘩は外でしてって言ってるでしょ。朝っぱらからソーセージだかなんだかにデレッとしよって。ソーサーよ、ディックソーサー。何度言えば覚えるの。今この芝一のスーパースターよ。歌って戦えるアーティスト。こんなもん、こうした。スライムが湧く。ふんだ、お前の母さんパープリン。誰がパープリンですか。ミンクも許してあげて。父さんあれで焼いてるのよ。焼いてる。ほら、父さんも一応昔名のある剣士だったでしょ。だからって格が違うわよ。父さんとソーサーじゃ月と生ゴミって感じ。違わん。芝の赤い稲妻に勝てる者などこの国にはおらん。あ、そうだ、今日の歌って朝に確か。さて、今週のゲストはおなじみビッグソーサー。ソーサー、なるかぜきシワ涙も。そうだっかな、そうだっかな。なに、ルースを見つけたとな。はい、王様。ルース、あの裏切り者、今度こそ消してくれようぞ。思えば優れた竜剣士であったルース、わしの竜退治の命を破り、なんとその竜と駆け落ちしてしまった。この罪は万死に値する。そしてお前さえ消えてしまえば、お前の美しい妻マナはわしのものじゃ。王様、本来の目的が。しかし王様、夫を失ったからといって王様になびくとは限りませんぞ。なるほど。いやはや本当に。ペタンコプレス。随分とご機嫌斜めのご様子ですね、国王陛下。おお、お前は誰だっけ。ロザリオにございます、ロザリオ。ああ、そうだったな。して何用か。は、ルースの件、この私にお任せ願えませんか。ほう、お前に。ルースといえば赤い稲妻と称されたほどの使い手、まともに戦ってかなう相手ではございません。そこで策があるのか。はい、奴には一人娘がおりますとか。何、お前まさかわしに娘で我慢しろと言うんじゃないだろうな。違うって。とにかく私の知略を当てにしていてください。おはよう、ミンク。おはよう、ルファ。おはよう。キアもおはよう。ねえねえ、これ見て。おい、父さんのニュープレートだ。この前トトがメインマーケットに行くときに頼んだのさ。10日後にはコンサートもあるんだって。コンサートか。そうさ、強いぞ赤いゾーン、レッドドラゴン。とはいえ、ここからメインシティまではウーバーでも1週間。チケットもとっくに完売してるだろうし、私たちには縁のない話よね。はあ、これみんなで聞こうよ。これから食料取ってこなくちゃなんないの。あとでね。うん、じゃあ待ってる。じゃあね、あとで。
いい話を聞かせてもらったぞ。今夜はシチューかな。ああ、コンサートか。さあ、取れ、我が術に落ちよ。待って、このチケットを買った子も私と同じ捜査の大ファンってことじゃない。いけないわ、取ったりしたらその子が悲しむ。このままにしておきましょう。わ、私の術を見破りよ、ダムケン。許せん。思わず吸ってしまった。なんだと？人質に取るつもりが殺してしまっただと？はあ、ついカッとなっちゃって。カッとなってジャイアント用の毒針を3本も打ち込むな。でもほら、死体でもルースは釣れますよ。おお、それもそうか。よし、妻はもらったぞ。いやいや、ごもっとも。で、何よ。おい、近頃の娘は超強力毒針3本も食らって死なんのか。なわけないでしょ。何よ、私に何をしたって。イエイ、ゾンビが立った。ゾンビ？魔法のアーマーが。かな。まあまあ、機嫌を直してこのリンゴでも食べなさい。いらないわよ、どうせ毒でも入ってるんでしょ。なんと、私の白雪姫作戦が通用しない。やるか。わしは部下なんぞに頼らん。国王の怒りを受けてみよう。わしのスーパークラッシュペタンコプレスが。国王の怒りが。さてと、もう怒っちゃったんだからね。ヤーマン、待て、やめんか。こら、僕は国王だぞ。それ以上近づいたら泣くぞ。ああ、そうだ。ねえ、これあげよう。ディック・ソーサーのコンサートチケット。ありがとう。はい、ソーサーだよ。はい。出口はあっちですよ。ああ、恐ろしい。ダメだね、これは。え、どうしてですか？このチケットは偽物じゃ、フリー。そんな。あの親父、騙したわね。許せない。年寄りを脅かすと罰が当たるぞ。いえ、違うんです、すみません。何ですの、騒がしい。おお、これはビーナ様、特別席を用意してありますぞ。何、この汚らしい子は。何よ、私はただお城にいたまんじゅうみたいな顔をしたおじさんに騙された通りすがりの不幸な少女よ。まんじゅう、その人って。グーのバケガエル踏み潰したような顔してませんでした？そうよ。何ですって？それは私の父だわ。ほえ。私はこの国の王の娘にして、ディック・ソーサーファンクラブの会長でもあるビーナ姫。その父をバケガエル呼ばわりした罪は死に値します。自分で言ったんでしょ。言い訳は無用よ。驚いたようね。私は黒魔術の使い手でもあるの。行け、ゴーレム。もうなんで私ばっかこんな目に遭うの。ごらんさい。
いや、それより君、怪我はないかい？ディック捜査！ごめんなさい。今のことは忘れてください。ああ、何すんの？私のさりげない置き手紙よ！いやというほどさりげあったわよ。キスぐらいでいい気にならないことね、ミンクさんとやら。いい気になってだってないわ。嘘おっしゃい。何よ、私だってソーサー大好きの普通少女よ。どうして喜んじゃいけないの？普通ですって？ほうほうほう、笑わせないで、この尻尾娘が。もし知らなかったのなら教えてあげるわ。ディック・ソーサー、またの名をドラゴンキラー、竜みたいな、そんななりでソーサーに好かれようなんて、ニトロ7世も腰を抜かすわ。このバカ力！ダーマラム大尉お呼びにより参上いたしました。わざわざ呼んだのは他でもない、一人消してもらいたい者がおるのじゃ。おう、一体どんな魔物でしょう？娘っ子じゃ。帰らせてもらいます。まあ待て、王様は正規軍のこの私に子守でもしろと？娘といえどドラゴンの娘じゃぞ。相手はドラゴンじゃ。なんとドラゴンですと？こいつはダーマラム一生の不覚。やります。いや、やらせてください。ドラゴンの首必ずこの手で。おお、ロースダマラムは肉体的にも精神的にも強靭な正規軍剣士、期待に応えてくれるじゃろう。ダマラム一生の不覚、相手の顔と名前を聞き忘れておりました。無理かな。へえ、そうだったの。大変だったね。そうなの。でもソーサーとキスをね。いいな、こんな野郎。関節キスさせろ。ほら、お茶を入れたよ。父ちゃんも仲間に入れてちょうだい。たくもう、えやこら、えやこら。ミンクが人間になれたらいいのにね。それができれば苦労はしないわよ。はっ、できないこともないわ。へえ、ピドポーションよ。ピドポーション？そう、今でも遥か西の国に隠されているっていう伝説の薬よ。昔人間の男に恋をしたスライムがその薬で美しい少女に転身したっていう逸話があるわ。ミンク、ドラゴンの娘だかなんだか知らないけど気に入らなかったのよ。どうせ私はスライムハーフよ。スライムハーフよ、スライムハーフ。お母様、お母様が生きていれば。オラ王様の嫁になるだ。何言ってるだ、ヴィーナスだよ。オラたちはスライムだ。人間となんか結婚できねえべ。だども、あの方なんだか人間のような気がしないだ。そういや、どこかわしらと似とるような。あんにゃー、でもダメだ。王様がもののけなんて相手にするわけねえ。だんだ、だからオラ人間になるだ、このピドポーションで。いや、そりゃ長老の家の飛躍でねえか。おめえ勝手に持ち出したな。許してくんろ、愛がオラを謝らせたんだ。そして見事願いは叶い、二人の愛は花開いたが。おお、生まれたか。ええ、お父さんにの玉のような赤ちゃんですよ。ほら、ポピー。まあ、あなたったら嬉しくて声も出ないのね。ショックのあまり、お父様の最後の髪の毛は抜け落ち、お母様はそのまま星になってしまった。私は悔しかった。私さえ人間なら。それから13年間、
私は一心不乱に魔術に取り組んだ。そしてやった、ついに体型変化の魔法を習得しましたわ。お母様、ビーナはやりました。そうよ、こういう暗い影を背負った超美少女の私にこそ操作はふさわしいのよ。ミンク、必ずこの手で。何、ミンクとな。お父様ご存知で。ビーナ、ミンクからは手を引け。奴はこのわしが倒す。そうはいきませんわ。ミンクは私のソーサーの唇を奪った憎き相手。これは私の問題です。わがまま言うな。お前は友達とモノポリーでもしておれ。こんな小さな火の玉で腰を抜かすなんて、それでも王様かしら。おばかさん、からかよって。おや、時にビーナ、お尻に穴が開いとるぞ。ベタンコプレッシャー。ほんだ、わしをコケにしたお礼だよ、おバカさん。何がおバカさんですか。そのセリフは私が言うからチャーミングなんですのよ。やめてくれ、息ができん。ピドポーションのある場所さえ教えてくれれば一人で行けるのに。いいからいいから、私が道案内してあげるから。それに足手まといにはならないわよ。ほら、こういうものを持ってきたんだから。あ、それってルファンチの家宝の雷鳴の杖じゃない。えへへ、黙って持ってきちゃった。いい、あそこの木を見てて。イカズチよ、我が導きに従え。バカ、ピアまでどうしてついてきたのよ。遠足じゃないのよ。大丈夫、ピアちゃんと足手まといになるから。意味わかってんのかしらね。ほらほら帰って、あんたの面倒見てる暇はないの。ほら、マッピー暮らせ。マッピーを怒らせないでよ。ピアにはマッピーがついてるから大丈夫さ。ねえマッピー、嫌なネズミ。ハラングナ、減った。思えば2週間前から何も食してなかったわい。ハハハハハハ、これはダマラム一生の不覚。まあ赤軍の無敵剣士ダマラムも空腹には勝てぬというところか。ノーラッシー、ノーラッシー。ねえ、前から気になってたんだけど、なんでミンクにおへそがあるの。卵から生まれたのに変よ。あははは、私って突然変異みたいなもんだから。さあ、早くネズミを渡さぬか。このダマラムの洗練された胃袋がそれを精緻に欲している。やだ。いいな、私は正規軍の誇りにかけて断じて食う。やめなさいよ、いい年こいて嫌がってるでしょ。貴様、なんと罪なことを。今の一撃でこのダマラムの洗練された脳細胞が10万個は死んだぞ。はははは、その顔は。ついに見つけたドラゴンめ。頭、当たりどころ悪かったのかしら。ミンクがドラゴンに見えてるみたい。名もミンク、間違いない。ここでやったが、この野郎一投で終わりだ。ドラゴン行くぞ。私はドラゴンじゃなくてドラゴンハーフよ。で、敵を甘く見て手加減してしまったかな。わーはーはー、これはダマラム一生の不覚などと油断させておいて死ね、ドラゴン。だからハーフだってば。そのような弁舌でこのダマラムをごまかそうとは、超失踪。とどめは私だ。
逃がさん。ダマラム一生の不覚。もういい加減諦めたら。何のこれしきラッシュ。よし、でかしたぞラッシュ。あと一歩というところで2階級特進三色ハーレム付きを逃すとはダマラム一生の不覚。ギロドキ。王様。おお、ディック・ソーサーではないか。この芝にドラゴンが現れたとか。それが誠ならぜひこの私に剣を取らせてください。あ、本当じゃ。凶暴なレッドドラゴンが現れたのじゃ。レッドドラゴン。どうした、臆したか。いえ、そうですか。レッドドラゴン、身震いします。奴の強さは桁外れだが、君ならやってくれるだろう。ということはお任せ願えるのですね、このソーサーめに。ソーサー。まあしかし一つ問題があってな。やつめ普段は姿を変えておるのじゃ。こんな娘に。この子以前どこかで会ったような。ドキ。わーい、ソーサーだよ、ほえほえなどと色仕掛けでクリアもしれんが、騙されるな、やつは凶暴なドラゴンじゃ。よいな。はあ、では失礼いたします。ん、しっかりな。ミンクめ、愛する男の手にかかってあの世に行くがよい。どうしたの、ミンク、ニヤニヤしちゃって。何かいいことありそう。え、なんでなんで。そんな気がしただけ。ミンクは勘が悪かった。